ていただきます。フランフラン5期生のツーです。よろしくお願いします。はい、フランフラン5期生のナナです。よろしくお願いします。ナナさん、ということで本日はツーナナの2人で2部と3部のステージをお届けしていきます。よろしくお願いします。ということでハロウィンが近づいているんですけれども、うん、皆さんどうですか？仮装っていうんですかね、うん、メイド姿、ありがとうありがたいお言葉って感じなんです。ハロウィンですね。してた？高校生とか。いや、全然してなかった。そうだ、あのお菓子だけで、なんか部活に入ってて英語研究部に入ってたんですけど、なんかそこでハロウィンパーティーやってるんで、まあ、お菓子だけつまみに行ってました。英語は喋ってなかったんです高校生の時ハロウィン。マイク入らない。高校生の時は何してたかな。でもそう、聞くだけではない。ああ、ただ単に友達と楽しんでただけ。お菓子交換とか。あ、そうとかして、一応家庭科部だったんで、あ、そう、お菓子作りとかしてましたね。してます。絶対美味しい。本当美味しい。こんな感じでどうだろう。やばいね。やばいね。もうカラビン来たんで、もううちらはもう21歳だから、もう無理できない。もう全然できない。高校生みたいなカピカピはできない、きません。ということで、はい、なんかゆるふわなお話進めちゃったんですけれども、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、イエーイ。Yeah.
次が最後の曲になります。次はフル尺での披露になるので皆さん楽しみにしていてください。楽しみましょう。
とうございました。ありがとう。